本日は本庄税務署の原田さんをお迎えして、令和5年10月から始まる消費税のインボイス制度についてお話をお伺いします。原田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずインボイス制度のインボイスとはどのようなものでしょうか。はい、インボイスとは適格請求書のことを言います。これは売る人が買う人に対して正確な消費税率や消費税額などを伝えるためのものです。令和元年10月から消費税の軽減税率制度が実施されたことにより、消費税率が 10% と 8% の複数となりました。そこで適格請求書、いわゆるインボイスというものを作成して交付します。適格請求書とは、現行の請求書に登録番号、適用税率および消費税額などを追加記載した書類やデータのことを言います。ありがとうございます。ではインボイス制度はどのような制度でしょうか。はい、インボイス制度とは適格請求書等保存方式のことを言います。簡単に現在の消費税の計算方法を説明すると、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引いて計算しますが、今後は仕入れにかかる消費税額を差し引くには、売り手側から交付を受けた適格請求書、いわゆるインボイスを保存する必要があります。ではインボイスは誰でも交付できるのでしょうか。いいえ、インボイスを交付できるのはインボイス発行事業者として税務署長の登録を受けた事業者に限られます。ですので、インボイスを交付する必要がある場合には、事前にインボイス発行事業者の登録申請書を所轄税務署長に提出して登録を受けなくてはいけません。なお、登録を受けると登録番号が交付されますので、この登録番号も適格請求書、インボイスに記載することになります。また登録を受けたインボイス発行事業者は課税事業者として消費税の申告が必要となりますので、制度をよく理解して申請をする必要があります。インボイスを発行するには事前に登録申請が必要なんですね。ではその申請書はいつから提出できるんでしょうか。はい、すでに受付は始まっております。登録申請は e-tax でも申請できますので、ぜひご利用ください。 e-tax でも申請できるんですね。はい、 e-tax で登録申請していただくと、書面で申請された場合に比べスムーズに手続きが行えます。また登録番号などをお知らせする登録通知についても、 e-tax で受け取る電子通知を希望することができます。登録申請と登録通知については、ぜひ簡単便利な e-tax でお願いいたします。それは便利ですね。これまでインボイス制度について説明していただきましたが、より詳しく知りたいといった場合にはどうしたらいいでしょうか。はい、国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトに制度の概要、Q&A や申請手続きに関する情報を掲載していますし、 YouTube 動画も掲載しています。またインボイスコールセンターも設置しておりますので、ぜひご利用ください。なお、本庄税務署ではこちらの日程でインボイス制度の説明会を開催いたします。説明会終了後には登録申請の手続きをサポートいたしますので、ぜひご参加ください。なお、税務署での相談が必要な方も含め、説明会の参加希望の方は事前予約をお願いしております。詳しくはこちらの連絡先までご連絡ください。本日は本庄税務署の原田さんにお話を伺いました。原田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。